皆さんが結果を書くときにどんなことを気をつけられてますか？この動画では研究論文を通すために僕が気をつけている5つっていうのをね、お伝えしていきます。ためな。岩月です。この動画っていうのは本当にもう結果に関してね、お伝えしていくんですけど、まあ以前にはね、例えば初言はどうなのか、方法はどうなのかっていうお話はしたので、そちらに関してはまあこっちとかね、概要欄に載っけておきます。じゃあ早速の結果ですよね。っていうのをね、こう大事なところ5個ランキング形式ね、いきたいと思います。5位ですけども、結果ができるだけ分かりやすく短くまとまってるのかっていうのをお伝えします。だ例えばですけど、まあ、T 検定とか、まあ、ちょっと、ね、僕の実験系の研究になってしまうんですけど、まあ、T 検定とか、まあ、例えば1割分散分析とかありますよね。まあ、大体決まってます。なので別に長く書く必要っていうのはなくて、例えば T 検定だったら、僕1行か2行それぐらいなんですよ。なので別に量っていうよりも、本当簡潔に伝えられたら本当に問題ないってことになります。で4位ですけれども、表やグラフっていうのがこう明確に使われているのかっていうのはね、すごい大事になってきます。まだ例えばですけれども、表かグラフを使って文章を削れる場合ってあるじゃないですか。その場合っていうのはそれをお勧めします。あと、まあ表とかグラフの方が基本的に人っていうのは見やすいので、まあこれは僕の感覚でもあるし、いろんな人と話した感覚なんですけど、そっちの方が好まれます。なのでできるだけ見やすく分かりやすく作るっていう意味で、できるのであれば表だったりグラフっていうのを使うというね、皆さんにお勧めします。で3番目ですけれども、この4番目にちなんで、まあ、表とグラフに関してねお伝えするんですけども、両方で同じことを言ってないかっていうのはすごい大事になってきます。でこれに関してちょっと深掘りしていきます。だ例えばですけれども、皆さんが文章を減らすために、例えばこう表を使ったとしましょうか。で例えばまあグラフでもいいんですけれども、同じようなこう情報っていうのが結構表であったりとかに入ってるのから文中に入れてる場合っていうのが例えばあるんですね。例えばですけれども、こうまあ標準偏差とか、まあこうまあ平均値にしましょうか。だからそういうのっていうのは表に入ってるんだったら、まあ言っちゃえば文章に入れなくても大丈夫になります。なのでどちらかに入っていれば OK っていうふうにねお考えください。で例えば本当にもう研究論文を書くとか、どのようにこう査読者に返していけばいいのかっていうことに関してはね、こっちの、ね、研究論文のガイドでね、まあ、説明してよかったらねご覧ください。2位ですけれども、目的で話した内容っていうのがまあちゃんと反映されてるかっていうことね、これちょっとね深掘りしてお伝えしていきたいと思います。な例えばですけれども、やっぱ目的が分かりやすいと、例えば僕が皆様の文章を読むじゃないですか。皆さんが僕に文章くれました、僕が今読んでますってしましょうか。ってなった時に、多分目的を見れば、皆様がどんな、例えばまあ分析をやるのかとか、まあ、どんな結果が出るのかっていうのは多分なんとなく分かるんです。なので例えば目的を読んだ時に結果がいきなり分かるっていうのは素晴らしいですし、皆様の僕が方法を読んだとしましょうか。ってなった時に、あこの統計とこの統計を使うんだなっていうふうに皆様が統計の処理に書いたとしましょうか。ってなった時には、それが必ず結果に現れていないといけないので、まずそれを見比べてみて、それが違った場合っていうのは結構アウトになるので、絶対にこう合うようにね、されてみてください。で1位ですけれども、なんでその結果なのっていう、こう説明が入っていないかどうかっていうすごい大事になります。これに関してこう深掘りしてお伝えしていきます。だから僕も以前ね、同じミス結構してたりとかしたんですよ。で例えばたまにまあ査読で見るときに、あやってるなっていう風にまあ見るときありますけど、まあちょっとなんかやってるなって、なんか若干性格が悪いですけどね。でもどういうことかっていうと、こう皆さんは結果の欄っていうのは結果だけ書くんですね、でも結果ってなんでこの結果が出たんですかっていうのをたまに付け加えるっていうのが、方っていうのがいらっしゃったりして、これ以前の僕もそうなんですけど、なので結果で書くのは本当に結果だけになります。だ例えば T 検定を使いましたと、じゃあこっちの方がこっちよりも例えばまあ点数が高かったですで終わりになります。なんでこうでしたかっていうのをたまに足すケースがあるので、それっていうのは考察で書くところなんですね。なのでこうもう一回ね、こうまあ復習でお伝えさせていただくと、結果の欄っていうのは結果だけを書くってことを考えて、なんでその結果なのかっていう考察は絶対に書かないっていうね、ここではねこうお伝えします。例えば例を挙げていくと、この結果っていうのはこのように示唆されたとか、まあ、このように推測できるみたいな感じっていうのは、全てそれはね考察の欄に入っていきます。でこっちの動画では考察は一体どうなのか、結構考察ってこれ難しいと思うんですよ。以前の僕も考察って結構一番難しいな、今でも結構難しいと思うタイプなんですけども、何を考察で気をつけているのかっていうね、ランキング形式でお伝えするので、こちらね動画でお会いしましょう。 We will talk soon. Peace.